副長、局長は。近藤局長は所用につき欠席です。またですか。今じゃ新選組も大使千人を抱える大組織、その頭が幹部会にろくに顔を出さないというのはいささか問題ですな。幹部会を通じて局長からの指示は私が伝えています。組の運営も極めて順調に進んでいる。それでも何か問題が、伊藤さん。今はそれでいいですがね、土方さん。これからもっと組は巨大になるでしょうし、派手な戦も起こるでしょう。そんな時に頭が目の前にいないというのは、参謀の私としては見逃せない事態なんですがね。いっそのこと新しい局長を決めるっちゅうのはどうです。どういう意味かな、鈴木君。いくらことが順調に進んでる言うても、一軍の将っちゅうのは兵に、何より敵に姿を晒し続けてこそ部下も己の命を張る気になるっちゅうもんやないですか。強さこそが新選組の正義なんでしょ。なら隠れてこそこそやっとる人間より局長にふさわしい人物がおるやろって思いますがね。君の言うふさわしい人物というのは伊藤さんのことを指しているのかね。いや、そんなことは別に。そうか、私にはそう聞こえたが、伊藤さんのつてで隊長まで上り詰めた君のことだ。伊藤さんに恩義を感じるのは当然だが、発言には気をつけた方がいい。お気遣いどうも。新選組は近藤局長を中心に動きます。これまでも、そしてこれからもね。参謀の伊藤さんはどうぞ心配なく。わかりました。ま、局長には伊藤が心配してましたとお伝えくださいよ。伝えられるならの話ですがね。どういう意味ですか。ああ、いや、これはあくまで噂ですがね、実は局長はとっくに死んでるんじゃないかって、そんな話があるんですよ。根も葉もない噂だ。そうでしょうな。私もそう思います。でもこんな噂が立つのも無理はないでしょう。ここしばらくの間で近藤局長に会ったことのある人間がどれだけいますかね。なんせ参謀の私ですら入隊時に一度お会いしたっきりですからね。局長の不在をいいことに、土方さんら元司令官の方々が新選組を私物化しようとして、なんて実にけしからんことを言うやつも出てくる始末で、いやいや、実にけしからんですな。そんな状況なわけです。よろしく頼みますよ、副長さん。もちろん。いつまで小難しい話してんねん。また遅刻か、総司。お前らのつまらん話聞くくらいなら寝とった方がよっぽどマシや。それより新隊長様はまだ来てへんのかいな。遅刻とはけしからんぬ。もうすぐ来るはずだ。
来たな。こちらへ。掃除。ああ。はいはい。揃ったな。皆、三番隊隊長就任の件は聞いているな。斉藤君。三番隊隊長の斉藤はじめです。以後、お見知りおきを。三番隊隊長だ。こいつ昨日入隊したばかりだって話じゃねえか。そんな奴に隊長の座任せちまっていいんですかね。斉藤は俺と掃除が立ち会うて実力を認めた。それやったら不足なんか。谷、ずいぶん肩を持つじゃねえか長倉さんよ。いくらもらったんだ。え、それとも女か。お前と一緒にすんなや、ゲスが。相変わらず堅物だね。俺たちは今をときめく新選組の隊長様だぜ。この立場を最大限利用しないでどうするんだよ。誰が三番隊隊長かなんてどうでもええわ。要件済ましてさっさと切り上げてくれまんが、隊の訓練が控えとるんで。タイの訓練ね。何笑うとんねん、佐野助。いやいや、さすが甲州流軍学を治めた武田さんだ。変わった訓練してらっしゃる。この前もあんたんとこの大使が愚痴ってましたよ。隊長様の愛が怖いって。心も体も教育するんがわしの信条や。なんなら踊りも味わってみるか。幹部会だぞ。余計な口を開くな。佐野助、隊長のお前がそういう態度を取っているから十番隊は素行が悪いのだ。口を慎め。へいへい。新選組の小獣とが。斉藤君には明日から任務についてもらう。松原君、その時に任務を一通り説明するように。なぜ私が。隊長になって日が浅い者同士、協力してやれ。失礼ながら副長、私もこの男がいきなり隊長というのは納得しておりません。私がどれだけの苦労をしてこの座に着いたか。松原君、私はお願いしているのではない。命令しているのだ。はいはい。じゃあ俺が教えますよ。こう見えて教えるのうまいんですよ、俺。いいでしょ、土方さん。東堂、日和見だ、お前は。あ、ひどいな、松原さん。助け舟出したのに。どうです、土方さん。いいだろう。では、斉藤君の件は平助に任せる。了解です。じゃあ、明日。それともう一件。先般、隊脱走の罪で身柄を捕らえられていた総長兼三番隊隊長の山並圭介だが、昨晩、大気に基づき切腹に処した。切腹。山並さん殺しちゃったんですか。どういうことすか、副将。山並さんは俺ら司令官の仲間の一人だったじゃないですか。なのにどうして。俺らって佐之助さん、司令官出身じゃないじゃないですか。いつから近藤派になったんですか。うるせえ。俺は何年も前に一度近藤さんの手ほどきを受けてんだ。
心は司令官よ。とにかく隊を脱するを許さず、それが新選組の鉄の掟だ。山並はそれを承知した上で隊を離れた。だから殺したまでだ。1年前の芹沢鴨、平山五郎、平間重介の粛清しかり、ハットに例外はない。裏切りは死。ここにいる皆も肝に銘じておくことだな。我々の働きに幕府も信頼を寄せている。各隊、さらなる働きを期待する。以上だ。いつもこんな調子や。局長の近藤がいないのもいつも通りか。ああ、伊藤も言うとったが、とっくに死んどるんやないかなんて噂が立つのもまあ無理ないわ。そうか。長い道のりになりそうだ。斉藤さん、お前は？東堂ですよ、東堂平助。仕事の説明は明日からじゃなかったのか？それとは別件でして。はい、これ。これは新選組名物、浅黄色の羽織です。しかもこれは隊長のみが着用許された隊長格仕様です。明日からこれ着てきてくださいね。隊長としてパリッとしてもらわないと。じゃ、お疲れ様でした。気ぃつけや。
何なのもう。しますよ。そう言われましてもね、親御さんが事故で亡くなってかわいそうだとは思うけど、こっちも商売なんですよ。この子がいくら頑張ったって親御さんの借金100両払えるわけがないでしょ。だとしたらやっぱりあの家を売るしかないよ。それだけは。あの家は両親との思い出が詰まった大切な場所なんです。だったらどうやって払うってんだ。君みたいな若い娘があの大金を払うなんて、体でも売らなきゃ無理だぞ。とにかくこのまま払う当てが見つからないなら、予定通りあの家は売りに出させてもらうからね。そろそろ荷物をまとめておくように。それじゃ。はあ、やっぱりダメか。ごめんね、なんとかしてあげたいんだけれど。いいんです、神主さん。地主さんに掛け合ってくれてありがとうございました。いや、これくらい。君のご両親とは仲良くさせてもらってたからね、協力するのは当然だよ。しかし借金を払うわてか、そんなのないよな。どうしよう。おい、どうしたんだ、揉め事か。あ、斉藤さん。
なるほどな。事故で死んだ親の借金100両を払う当てを探さないと、この子はこの家から追い出されてしまうと。うん、だけどこんな若い子を一人で路頭に迷わせるわけにはいかないじゃない。それにこの子にとってこの家は特別に大切な場所みたいだし。そうなのか。あ、はい。この家は事故で死んだ両親が残してくれた唯一の形見みたいなものなんです。私は生まれてからずっとこの家で育ってきました。うちは貧乏だったけど、お父さんもお母さんも優しくて、私すごく幸せでした。ここはそんな家族との思い出が詰まっている大切な場所なんです。両親が亡くなった今、この家まで失ったら、私の大切なものも思い出も全部なくなっちゃう。それがすごく怖くて。それに両親の借金も元はといえば私のせいなんです。どういうことだ。私、幼い頃珍しい病気にかかってしまったんです。治すには高い薬が必要で、両親はそれを買うために借金を。だからうちの借金は両親のじゃないんです。私の借金なんです。私が病気にならなければ借金もなかったし、この家を失うこともなかったのに。それは違う。親が子供のために尽くすのは当たり前だ。それはお前の責任じゃない。それにお前がそんなことを言ってるのを知ったら、天国の親御さんたちも悲しむはずだ。自分を責めるのはよせ。事情は分かった。要はこの子の借金を払う当てができれば、この子はこの家を失わずに済むということだな。あ、うん、そうだけど、一つ頼みがある。この家を案内してもらえないか。え？あ、はい。ちょっと古いけど畑で野菜も作れるし、台所とかお風呂もちゃんとついてるからね。地主が欲しがるのもわかるでしょう。ああ、確かにな。俺も気に入った。よし、決めたぞ。え？決めたって何を？さっき言っていたよな、この子の借金を返す当てが欲しいと。ん？うん。なら俺がその当てになってやる。え？え？どういうこと？わからないのか。俺がこの子の借金を返すということだ。え？え？信じられない。そりゃありがたいけど、いいの？借金100両だよ。100文じゃないよ。ああ、だが俺もそこまでお人よしじゃない。条件が2つある。条件？ああ、1つ目の条件だが、この家は俺の別宅にさせてもらう。別宅？そうだ。たまにはこうした田舎でのんびりと自給自足の生活を送るのも悪くない。なるほど。
確かに野菜作りや料理もできるから別宅には最適かもしれんね。もう一つの条件だが、お前には今まで通りこの家に住んでもらう。え、どういうことです？俺にはまだ今日の町でやらなければいけないことがたくさんある。ここで毎日過ごすことはできない。だからお前にはこの家に住み込みで家事や掃除をしてもらいたい。そうすればお前もこの家と離れずに住む。借金の苦しみからも解放される。なるほど。すごい。まあ俺みたいなむさ苦しい男と暮らさなきゃならんという新たな問題は発生するかな。ただ悪い話ではないはずだ。どうする？本当にいいんですか？借金を肩代わりしてもらって、その上私もこの家で住ませていただくなんて。ああ、確かに少し高い買い物ではあるがな、俺も一応武士だ。二言はない。ありがとうございます。よろしくお願いします。決まりだな。やったよかったね。よかった。はい。そういえば自己紹介がまだだったな。俺は斉藤だ。お前は？はるかと言います。はるかか。じゃあこれからよろしくな、はるか。はい、よろしくお願いします、斉藤さん。おおきに。あら、おかえりやす。三番隊隊長さん、意外とお早いお帰りどすな。ああ、今日は顔見せ程度だった。それにしてもほんまに入隊してしまうなんてな。それも隊長やなんて。これで宿代は一安心だな。何言うてんの。給料もらう前に死んでまう人なんていくらでもいてはるんやで。きっちりお代をいただくまでは油断できまへん。相変わらず金に細けえ女だ。それはタイの羽織だ。明日から着ていく。ああ、浅葱色のあれやね。ほんなら丈直しといてあげるさっかい。
貸して。悪いな。気にせんといて、お代はちゃんといただきますさかい。おりょうちゃん。はーい。何ですか、おかみさん。この羽織、はじめさんが明日来てくから裾直しといてあげて。おりょうちゃん。いやどす。いやって、おりょうちゃん、なんで私が人斬りの袖なんか直さなあかんの。人斬りってはじめさんやないの。そんなん関係ない。はじめさんも結局ただの人斬りや。おりょう、人斬りなんて大嫌いや。ちょっとおりょうちゃん、あかんかったか。あいつどうかしたのか。あの子な、父親が幕府の役人に切られとるんよ。そうなのか。親御さん勤皇派の活動家やったらしくてな、それで人斬りってものに敏感になってもうたみたい。まして好きな人が人斬りになるのは耐えられんかったみたいやな。好き？お涼がお涼か。いや気づいてへんの。はあ、にっぷい男やね。お涼ちゃんも厄介なに惚れてもうたわ。あの子の様子見たらわかるやろ。いや俺にはそうは思えないが。こりゃほんま難儀やな。さあお涼ちゃんを探してきておくれやす。泣かせた女を追いかけるんは男の役目どす。そう言っても一体どこに。鴨川とかちゃう。一人になりたい時は静かに川でも眺めたくなるもんやろ。鴨川か。まあ行ってみる。
捕虜。父親のこと。危なかった。話しかけませんので。
いい味だ。お気に。またね。レモン取り揃えてますね。今度見に来てください。なんと。おかえりやす。お寮はもう戻ったか。ええ、はじめさん、意外と女の扱いがうまいんですな。ちょっと見直しました。俺はあんたにうまく使われたみたいだけどな。さあどうやろ。あ、そうや、はじめさんが出かけてる間にね、あんたに会いたいって人が来たんやったわ。俺に？どんなやつだ？どんなって言われても、ただちょっと土佐なまりのあるお侍さんやったね。土佐の？でな、その人清水寺で待ってるって言うてはった。清水寺に？そう、そもそもいつ帰ってくるかわからへんって言うたんやけどね、構わへんからそう伝えてくれって。それにしてもあんたにお客さんなんて珍しいわ。これも体調効果やろっか。さあな。わかった、ちょっと行ってくる。
堪忍してくれや。そこのあんちゃん、いや、あ、はい、竹地半平太を追ってたら意外な大物が釣れた。これも運命ってやつか。おいおい、まさかこんなところで抜く気じゃねえだろうな。俺を呼び出したのは
お前か。ああ、土佐浪人、中岡慎太郎だ。よろしくな、坂本龍馬さんよ。土佐の中岡慎太郎。そう、同郷のお仲間ってわけさ。竹地を追ってるってのはどういうことだ。誰とも知らない奴の呼び出しにのこのこ出てきたんだ。時間はあるんだろ。ちょっと長話に付き合ってもらうぜ。中岡と言ったな。あんた何者だ。吉田東洋様の付き人だ。正しくは元だがな。東洋様には返しきれねえご恩がある。おやっさんの。おやっさんか。あの時もお前東洋様をそう呼んでたな。あの時だと。東洋様が殺された時だよ。あの時俺もそこにいたんだ。あんたあの場にいたのか。物音に気づいて俺たちが駆けつけた時には東洋様はすでに切られていた。そしてあそこにいたのがお前と竹地半平太だ。何？あんたなぜ竹地がいたことまで知ってるんだ。役人が駆けつけた時あそこにはもう俺しかいなかったはずだ。言っただろう。俺は東洋様の付き人だったからな。あの日お前らが二人来ることは内密に聞かされていた。そうだったのか。あの後俺は東洋様を守れなかった責任で罷免された。お前らのせいで人生が狂っちまったんだよ。ま、俺のことはいいんだ。どっちにしろ東洋様がいねえのに城勤めしても意味がねえ。だが東洋様を殺したやつだけは許せねえ。お前のことだよ、坂本龍馬。で、本人を目の前にして、あんたどうするつもりだ。ここで切るか。悪いな、今のは冗談だ。確かにあの事件、犯人はお前ということになっている。表向きはな。どういうことだ。俺は真の犯人は別にいると睨んでるってことだ。ん？よく考えてもみろ。もしお前が東洋様を殺したとして、お前に一体何の得があった。脱藩浪人として故郷にも帰れず、京で名を隠して生きなきゃならねえ。そこまでしてなぜ東洋様を殺さなくちゃならない。お前が何を得た。じゃああんたはあの事件の真犯人を誰だと思ってるんだ。竹地半平太だ。俺はそう見てる。何だと。竹地半平太、そして土佐勤王党の大躍進。藩の賛成だった東洋様が生きていれば竹地もここまで土佐を思い通りにはできなかったはずだ。ましてや竹地は上司にまで昇格している。これ以上に得した奴が他にいるか。だがまさか。絶対に違うと言い切れるのか。それであんたは竹地を追ってたってわけか。ああ。で、奴を嗅ぎ回ってるうちに偶然あんたに出くわしたってわけだ。なるほどな。確かにあんたの推理は筋が通ってる。だがな、あんたは大事なものを見落としてる。何だって？あんたらが駆けつける前にもう一人あそこにいたんだ。覆面の男がな。俺たちは見たんだ、そいつがおやっさんを切るの。犯人はそいつだ。実はな、俺もあの事件の真相が知りたくてその男を追ってるんだ。そうだったのか。どうやらお前は俺の知らねえことをだいぶ掴んでるらしい。今度は俺が話を聞く番だな。
俺の方も長話になるぜ。なるほど。だからあんたは新選組に入ったのか。覆面の男を追うために。ああ。そこまでヤバい橋を渡ってんだ。手応えはあったのか。山並圭介と長倉新八は覆面の男とは思えない。新選組に入って掴めたのはせいぜいその程度だ。いや、入隊してまだ何日も経ってねえのに大したもんだ。だが隊長なんて目立つ立場じゃこの先動きづらい局面もある。だからよ、坂本さん、ここは俺と手を組むってのはどうだ。俺も東洋様を殺した犯人を追ってきた。俺たちは会うべくしてここで会ったんだ。違うか。ああ、あんたの言う通りかもしれねえな。よし、なら決まりだ。あいつらはやべえな。土佐勤皇党だ。俺が竹千を嗅ぎ回ってたのを感づかれたか。中岡慎太郎やな。連中の目当ては俺だ。あんた逃げろ。この状況で見逃してもらえるとも思えねえが。ま、確かにな。勤皇党の邪魔をする人間には消えてもらう。覚悟はできとるの。こっちの連れは関係ねえんだ。返してやってくれねえか。関係ないもんとこんな場所で会うがかい。ったく、すまねえな、巻き込んじまった。気にすんな。全く関係がないわけじゃない。恩に切る。二人まとめて蜂の巣にしちゃれ。Shoot!
食ったな。
さすがに新選組の隊長になるだけあるな。大した腕だ。いや、あんたも案外やる。まあ、今後ともよろしく頼むぜ。これから俺も寺田屋に拠点を移す。お互いの情報はそこで交換しよう。それでいいな。わかった。あんたはまだ竹地を追うのか？いや、竹地の方は一旦やめだ。それにあいつは土佐に帰っちまったからな。俺も新選組を探ってみるさ。ちょっと待て、竹地が土佐に帰っただと？知らなかったのか？最近江戸から土佐へ帰ってきた大殿の命令で呼び戻されたんだよ。それはどういうことだ？まず大殿の山内陽道公、このお方は先の安政の大国で失脚して以来ずっと江戸に隠居させられていた。幕府の権力争いに巻き込まれてな。だが先の藩主として未だに土佐に強い影響力を持っている。殿様にしとくにはもったいないほどの切れ者だ。ここまではいいな。ああ。その陽道公が江戸にいる間、土佐を任されたのが吉田東洋様だった。だがその東洋様が暗殺された。で、陽道公はようやく幕府の許しを得て、つい最近土佐に復帰したんだ。その大殿がなぜ竹地を土佐に呼び戻した？さあな。だが問題はそこだ。今の竹地半平太は老人たちを手なずけて事実上土佐を牛耳ってる。陽道公から見て愉快じゃねえのは確かだろう。1年前、陽道公が土佐にいれば金の塔が力を持つことはなかったはずだ。それはつまり竹地や土佐金の塔にとってはまずいことになるってことか？そいつは陽道公の出方次第だな。今は様子を見るしかない。だが俺たちには目の前の仕事がある。覆面の男を捕まえるって仕事がな。竹地は新選組に潜入してるわけじゃねえんだ。お前さんよりよっぽど安全だよ、今のところはな。ああ。